6月24日月曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK! 康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩司の OK! 康二アップこの後8時まで生放送です、えー、梅雨入りしましたねはい 梅雨入りしましたね金曜日のね我々の番組が終わった後ぐらいに、はい、梅雨入りの発表がありましたねそうだよねはいそうです、えー、ということでまあ,あ関東甲信も梅雨入りをしたわけですけれども、えー、週末はなんかね梅雨っぽいなというようなお天気でしたけど今日はまた晴れるただし蒸し暑いそうなんですよね一部地域で、うん、今朝の関東地方雨が降っているんですけどこの後お天気回復してほうほうまあ晴れ間が広がってですね 最高気温が、うん、東京都心33度です。33度で それでいうとですよ。<お>昨日の東京都心の最高気温というのが24.2度ということで、5月下旬並みだったんですよね。25度に満たなかったんでね。そうなんです、そうなんです。まあまあこの気温差はやっぱりいろいろと答えるなという感じで。なんかね体にかついていかないですよね。いやそうなのよね。何を着たらいいのかもなんかもう分からなくなってしまうというか。そうそうそういやあのー、子供相手にまあ少年野球のコーチ。 やってるんですけど、はい、結構ね体調不良だよっていう風うな連絡が来るんですよ。そうですか。そう。<ー>で、まあ野球。 でそのご存知のようにです9、ね、人とりあえずはいないとスタメン揃えられないじゃないですかそうです、ね、これがね結構死活問題になってきてあ<ら>あの練習中に怪我しちゃう子とかもいたりしてうん、うん、でそれに体調不良の子が何人か重なるとおや、これ今日はひょっとすると9人集まるとどうかギリぎりだぞとか9人集まったとしてもですねだからあの海外いないってことは誰か怪我しちゃったらどうすんだみたいな話とかあ<ー>結構ねあのこれ危ういなっていう感じで実はこの 週末もあのうちのチーム感情してみたらこれ大丈夫かみたいなシーンが結構あってですね週末、日曜日は雨だったじゃないですかうです、ね、でもともと雨予報が土曜日の間から出ててもう土曜日の時点でですねこれはひょっとすると雨でどうにかなっちゃうぞっていうのがあってで一応、その連盟からですねあの朝8時に判断しますみたいな。うん 日曜日の朝8時に判断しますという連絡が事前に来ていて、じゃあちょっとあの集合時間遅らせようかとか、あと、場合によってはこう試合じゃなくって練習だけになるかもしれないから、じゃあそうするとこれ指示が変わってくるんですよ。練習の時は練習着っていうんでいいんだけど、あの試合の時はちゃんとあのそれぞれのチームのユニフォームを着ていかないと、 ベンチに入ることができないんで,そうですね。規定というかありますもんね。そう、そうなので、ちゃんとね、うん、ストッキングの色はとか、いろんなことが決められてるんですよ。はい、実は結構細かく決まってるんで、あのストッキング忘れて白い靴下だけで来た子は。ダメだ、それじゃベンチ入れないぞって言って。厳しいですね、やっぱりね。親御さんに、あの。 ストッキング持ってきてもらったりなんかして、<ー>ほら、そこで着替えなさいみたいなことをやるんだけど。<laughs> だから、あの、指示も変わんなきゃならないから、これ結構やきもきしていて、で、朝8時過ぎにようやく、まあ、あの、残念ながら中止ですって連絡が来たんだけど、で、あの、後々、ーチームの監督とかに聞いたら、今日はね、本当に恵みの雨だったんだよっていう。結果、7、8人しか揃わなくて、はい ああええ、あそうですかそう、あのー、足りない足りなかったと足りなかったんですねでやっぱねこの時期そういうのも気をつけなきゃねえなんて話をしてたんですがでうちの息子もちょっと熱を出したりなんかして、えー、で病院連れていくと結構、ね、人が多いんだよね日曜日でも最近はやってくれる病院があったりなんかして小児科はでそこに行くと結構人が多くて <laughs> あのやっぱ流行ってるんですかなんて言ったらやっぱこの体調の変化子供なかなかついていけないんですよとそうですよね、うん、そうだからね、まあ、あの大人もそうです けれどもちょっと、えー、体調管理気をつけながらね、えー、ぼちぼちやっていきましょう。中に入ったということでありますんで、ね、はい、あのー、食べ物とかのね、えー、足も早くなりますんで、はい、えーえー、その辺も注意しながら、ぼちぼち頑張っていきましょう。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田新一郎さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは、えー、告示後初の週末を迎えた東京都知事選挙について。 そして、六時五十分過ぎニュース、七時またぎは、先週の金曜日に実情閉会となりました。通常国会の総括、そして秋の総裁選、自民党総裁選に向けて、いろんな動きがね、週末にも出てきております。菅さんが発言したりしてますね。そして、七時十分過ぎのおはようニュース。ネットワークのゾーンは、まずは骨太の方針、二千二十四年の経済・財政運営の基本方針。閣議決定されました。そして、五月の消費者物価指数ですが。に 2.5%前年同月比上昇となっておりますそして、「ニュースプラス1」は沖縄戦から79年、昨日23日に沖縄慰霊の日を迎えておりますそして7時40分頃ここだけニューススクープアップはロシアと北朝鮮の関係、新たな条約をめぐって国連安保理緊急会合を開催へとなっております。 この時間最新の株と為替の情報を外為ドットゴム総研研究員の中村つさんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします。はい、外為ドットゴム総研の中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー、先週末、現地21日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて15ドル53セント高い39,150ドル33セントで取引を終えました。はい。 ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は32.24ポイント下がって17,689.36でした。うん、円相場は前の日よりも90銭ほど円安ドル高の1ドル159円82銭付近で取引を終了しました。うん 円相場ですけれども、はい、金曜日は主要国の景況感を示す6月のサービス業 PMI と、えー、製造業の PMI が発表されました、はい、ユーロ圏やイギリスの PMI がそれぞれ予想に反して前月から減速を示したことで円高に触れる場面も見られましたが、うん、アメリカの6月のサービス業 PMI と製造業 PMI が予想に反して前月から改善を示したと いうことでえー、円売り、ドル買いが強まり159円83銭前後まで上値値を伸ばしししていまますです下でね失礼しましたそして、あとアメリカの財務省が日本を為替監視リストに追加したということも、うんえー、政府・に資金が為替介入をしづらくなったという思惑が高まって円売りが出やすかった一因となっております。う そしてこの159円台後半ということで、はい、え先月、4月の29日ですね、見、うん、つけまして、160円台が目前と迫っています、うん、でこの水準というのは、政府・日銀が介入を行ったと言われている水準でして、はい、神経質な動きが続きそうですうんいやここまで来るとね、もう目前ですもんね、160円。<laughs> そうですねあの、うん 東京時間はあの、はい、介入警戒感というのはかなり強まるので、うんえー、なかなかこの下値を、えー、攻めるというのは難しいかもしれないんですけれども、うんえー、海外時間というのは、まあ、警戒感い、少し弱まるので、うんまあ、攻めるく、うん、るんじゃないかなというふうに思いますし、あとチャート形状を見ていますと、ほぼほぼの安値で抜けていますので、円売り、そしてドル買いの。 圧力が強いというふうにも見られますので、こういったところ、これ、もともとね、為替監,理<っ>監視リストに追加されたっていうのは、直近の話ではなくって、去年の取引というか、あの条件で、はい、まあ自動的にこれ、テクニカルに為替監視リストに上がったっていうことなんですけど、やっぱりそうは、市場は取らないんですね。そうでですねやはりあの市場でも、えー、昨年 12月までの、はい、え実績ということは分かってはいるんですけれども、えー、まあおっしゃる通りえ、これに乗ったということでやりにくいんじゃないかっていう見方は、うん、どうしても思惑が高まってしまいますので、うんまあ、そういったところえ、日銀政府を試しているという動きになっているのかと思いますなるほど、分かりままししたた名古屋さんどうううもあありりががととごござざいいました。 ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、昨日6月23日は、詐欺の大戦末期の沖縄戦の犠牲者らを悼む、えー、異例の日でありました。まあ、組織的な戦闘がここで、えー、終了したというふうにされるのが6月の23日であるということであります。で、えー、これについてですね、まあ、昨日は沖縄県の糸満市にありますマブニ農家、えー、県の平和記念公園で この前戦没者追悼式が営まれたということでありまして、まあ、それを一面トップに取っている新聞が多いですね朝日新聞79年記憶よぎる沖縄慰霊の日知事、南西シフト不安毎日新聞自衛隊増強憂える沖縄 知事外交で緊張緩和を慰霊の日そして、えー、東京新聞はあ沖縄戦79年慰霊の日自衛隊拡張強い不安ということで、まあ、この自衛隊の、ねえー、話に関して懐疑、まあ、的にというか、えー、見る3氏が一面トップになっているというところであります。ででは他方であのー 先週あたりにですね、共同通信が報じていたんですが、えー、沖縄にいる海兵隊、まあ、普天間飛行場などに、ね、展開をしておりますが、この一部をグアムに移住するという話、まあ、このアメリカの 兵員の削減についてというところは、もうずっと、90年代から議論をしていたところなんですが、いよいよ、その移住が始まるということが、今年の12月あたりから始まるということを、ま、共同通知が報じておりました。と、なると、ま、ここの、部分の抑止力をどうしていくんだというと、どうしたって自分たちでじゃあ守らないはいかんだろうという話になると、まあ、自衛隊という選択肢にもなってくるんですが、まあ、もちろんね、外交的な努力というものは大事になってきますけれども、果たしてそれだけで足りるかと。 えいうところ、そして、あの、我々だけで決めることができるマターであればいいんですが、これ、相手があるところだと、そして、相手であるところの、例えば中国だったりとか、えー、いう国々が、じゃあ、えー、そこの部分でですね、まあ平和はとても大事なんだという合理的な判断をするのかどうなのかというと、まあ、沖縄を取り巻く環境で言えば、宮古島と、まあ、沖縄本島の間、まあ広く空いているその海域を、中国の艦艇が、えー、何隻も通っていくという判断 話であるとか、えー、空母大空が通っていくという話であるとか、えー、周りで演習を続けるという話であるとかを,を考えた時にですね、えー 果たして丸裸で良いのであろうかとこういうこともまた思うところであるし、まあ、その辺の議論は必要だともちろんそのねアメリカ軍の基地負担に関してはとこういうところはあるのかもしれませんけれども、じゃあそれが抜けていくという時にどうしていくんだとというのは別途これは話さなければいけないことなんだろうというふうにも思いますし、まあ、そこであの引きめてで,ですね、まあ、あの話をしに行くとこいうのがまあ,あの 東京としても求められることなんだろうというふうにも思うところであります。 えー、そして、産経新聞一面は、派閥なき自民、混迷の総裁選という通常国会が閉幕して、これから先という話。さらには、読売は、えー、内閣支持最低23%、えー、政治資金規制法の改正については評価せず56%という世論調査を一面トップに上げております。まあ、あの、このあたりの話はね、後ほど、今日のコメンテーター、須田慎一郎さんとまた深めていこうと思っております。えー、そして、えー、気になる記事なんですが、その朝日新聞のですね、一面の下のところに、 書いてあるんですが線状降水帯発生、夜から朝が74%明るい日なんだ重要にというこれ災害大国というですね朝日の特集記事の中の一部なんですがなんとなくイメージとしてこの夜中に線状降水帯のニュース速報が入ってくるのは多くってそして朝にかけてですねこの番組がスタートするところでいや大変なことになってるよねと。 おいうことがまあ,あ記憶としても多かったんですが、これデータとしてもですね、えー、分かったというのがまあ気象庁の気象研究所の分析のお数字を載せております。まあ棒グラフなんかを見ると確かに、えー、夜中に起きている数は非常に多いんだなということがあるわけでありますが、そうなるとやはり明るいうちに先に避難をしておくとまあその明るいうちに出ている情報というのは避難の指示全く出ていなかったりとか、あるいはまああの警戒情報まだ出ていても避難 七時まで出ていないということが多かったりしますが、えー、早めの避難ということ、まあこれはね、えー、先週。 あの豪雨の特集の中で東大の大学院のね専門の先生につないだときも避難指示空振りはないんだということをおっしゃっていましたけれどもまさにですね何もなかったらそれは良かったねというところでまあ自分の住んでいるところのリスクであるとかも含めてですねえ考えなければいけないというところだろうと思います、まあ、あの重ねるハザードマップ等々ねご紹介をいたしました、まあ、その辺のねえーツールも使いながらえご自身の住んでいるところのリスクというものを判断していただきたいと思います。 いただければと思いますし、えー、また木曜日の特集に関してはまたまだラジコのタイムフリーなどで聞くこともできますので、えー、ぜひご参照いただければと思います この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。ますえー、先週木曜に東京都知事選挙が告示となりまして、選挙戦がスタートしたと、えー、ね、えー、最初の週末を迎えたなんて記事にもなってますけれども、田、えー、さん、まずどうご覧になりますか。はい、あのー、まあね、あの小池ですね、あの、都知事が、はい、いやいやリードということなんですけれども、えー、まあ、しかし56人もね、 候補者がししまたから立候補を届けたのは、現職小池百合子さん、無所属新人の石丸真二さん、玉上俊夫さん、蓮舫さんなど、最多56人立候補ということでございます私もでね昨日ね、夜遅くまで取材に行きまして、でもう眠くてしょうがないっていうね、どこに行ったのかっていうと、です新宿歌舞伎町、今回ね、いろんな方々が出ていて、元元って、元 現職のホストの方からね<ー>、えー、出馬されてるんで、その、はい、ね働いてるお店まで取材に行ったっていうね。なるほど。えー、細かくやってますね。もうやってますよ。全くね、56人で読んでくれないじゃないですか、飯田浩司さんもね。<laughs> いやいやいやこれ。<laughs> そう呼ばてない人にどういうねその人のストーリーがあるのかっていうねいうところを今ちょっと取材してるんですよ。それぞれを人当たり人当たりと。はいえー、いや本当だからそういう意味ではねもちろんこう誰が当選するんだっていうのもそうですけど、えー、まあそれぞれの方々がどういうこう政策 で議論をするんだとかね<え>どういう問題意識は党政に対してあるんだっていうのは大事な話ですもんね,ねだからそういった点で言うとね人は見かけて判断しちゃいけないっていうのを、ねはい、今回ね、ねね、ええ、そういうい、ね、名前の呼ばれない候補者を取材しているとですねその人に歴史があって、うん、例えば今申し上げたねホストの方なんかはです、ね、3年前から政治活動をやって,て、はいて、ね、それで今回、出馬になったと、はい、でそれ以前にあるいは一般企業に勤めていていろいろと問題があったんでね内部通報 通報制度を利用して告発をしたと<う>ところが、えー、それによってです、ね、ちょっと針のむしろになっちゃったとなるほどということで政治政治の側に転身っていうねほう聞いてるってえば相当説得力があるんですよあのね通報制度一つ取っても、うん、じゃあ本当に通報した人を守れるのかっていうのそうそうそう そうですよね。いろんなところで問題が出てきてるわけでもあるし。まあ、あの、飲食業はね、本当コロナの時にま苦しんだという部分も一方ではあったと。まあ、東京都のね、はい、そのコロナ対策っていうのは評価もされてるところはあるけど、まあ、飲食店とはね、係争を抱えたりなんかもしましたもんね。えー まあ、その彼自身は、うんはい、あの、例えばね、そういったホストだとか、キャバクラだとか、あれ風俗店っていうのは、はい、日本が誇る、世界に誇るね、えー、エンターテイメントだと。うそういうところにもっと光を当てていこうという問題意識を持って、えー、まあ、そういうね、都知事選挙に出馬しているという状況もあるんですね。まあ、本当ね、国政の延長みたいなことで語られることも多いですけど、都には都の、まあ、いろんな、 政策的なアジェンダっていうのもあるわけですもんね、ええ。そうですね。だから、そういった意味で言うと、その業界にあのピンスポットで光を当てるだけだけども、はい、まあ言ってみれば、東京都がね、のあ,のある種の特色といったらいいんですかね、うそういう夜のね、商売というのもね。はい。ええ、うん、それだけのこう、下がり場がね、あちこちにある。 で、その人たちだって、しっかり税金を納めて、取り貢献しているわけで、そこにこう、規制の差はないはずだと。はい。で、なかなかですね、そういった業界、ま、いろんな業界あるんだけども、あの、どうなんでしょうね、既得権益じゃないけれども、そういったところを救い取る、あの、なんですかね、政治の仕組みがないんですよ。意見をね。はい。はい。だからさっきのコロナの問題であるとか、 あるいは風営法上の問題であるとか、うん、そういったところっていうのは、まあ、全くその状況をからずに、なんか条例だとかね、法律が決まってってるっていう、そういう側面もありますからね。うん。う確かにコロナの時に、こう、いろんな業界ごとに、まあ、ある意味、利益代表みたいな人がいるけど、ね、う飲食店だとかって、 っていうとなかなかそういう3年持たせるのも大変な商売だというところで、そういう代表する人がいなかったみたいな話は聞きますだからそういった点でいうとね、確かに争点の一つとして、明治神宮の問題であるとかね、浮上してきてますけれども、ただそれだけの話じゃないよねと、木を切るとか切らないとかっていうね、以外に、いろんな人がこの東京都で生きてるんだ、生活してるんだ、仕事してるんだっていうのが分かってきますよ ね、うん。七月七日投開票となります東京都知事選挙についてでしたお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二ーーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方 スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています また株と為替の最新情報もお送りします日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信していますぜひフォローして番組に参加してください 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田康二の OK 工事アップ、指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。えー、取り上げるのはこちらのニュースです。通常国会が閉会、改正政治資金規正法など61の法案が成立。 昨日6月23日通常国会が閉会しました今国会では自民党の政治と金の問題を受けた政治改革が最大の焦点となりまして改正政治資金規正法が成立また共同親権の導入を柱とした改正民法など政府提出の法案62本のうち61本が成立しました、まあ、あの先週金曜日に事実上閉会ではあったということであります、はいあのー 成立率九十八成立率98%ということでね、はいあの、非常に結果を出したというふうにも一見すると見えるんだけれども、うん、あの政府提出の法案、62本とか少なすぎますよ、この通常国会においてはね。はい、ですから、えー、提出する法案を絞りに絞ってです、ね、なんとかもう、と、えー、っとと、ね、国会をです、ね、閉会に持っていきたかったんだろうなということが、私は伺えるんじゃないかなと思いますよね。うん、で加えて、ね、中ででもねやっぱり、えー、半島大地震ののの復興予予予算算確かに年度の投資予算では5000億円の予備 予備費を、ね、加算してプラスして合計1兆円の、えー、予算を確保してますけれども、はい、これ、本格的に復旧復興を進めていこうとすると、まあ、歳目、実際の予算の使い道というのを具体的に提示して、その予算額を計上していかなければならない、それを国会で、えー、可決しなきゃならないという、ねえー、な流れになっていくんですけれども、はい、まあ予備費だとです、ね、対応できる範囲が、 あの債務化は決ままってませんんから、はいえー、限界を迎えるんですねんですから本来だったらスピーディーに復興を進めていくためにはですね、きちんと補正予算、能登、はいえー、半島自身の復興のための補正予算を組むべきだったのに、えー、それを全くやらずにですね、えー、それを先送りしてしまったというのは、非常にこう残念で仕方がないですよね。被災者の人にとってみるというと、非常にこう不安なんじゃないかなと。というようにですね、あのー、やるべきことがやれなかった国会ではないのかなと私は思いますけどね。うん何か このね、政治資金の話ばかりが焦点が当たって、うん、まあ経済だとか、あるいは外交だとかっていうところ、どこまで議論があったのか とといううののははちょっと今ままでとは違う感じししすね,ねでしかもこの政治資金規正法の改正案、改正についても、ですね、はい、あの非常にこう生臭えですよね、抜本的な改正には何んら至ってなくて、うん、いわゆるあのいくつかの政治団体に関して言うとね、えーまあ、あの本来だったら会計監査が必要なのに、全くその監査も入らないような状況が問題の本質なのに、はい、そうじゃないところばっかり、こと先を変えたところでね、言ってみれば問題が再、ね、案内第3の 政治資金の問題が出てくるんじゃないかあるいは政治資金パーティーをどうするのかえ、企業団体献金の問題とえ関連してです、ね、その整合性を持たせるために、これ、どう位置づけていくのかっていうところも深掘りした議論が全くなくて、表面的な改正に終始してしまったんじゃないかなと。 思いますけど、ねうんまあ、そもそもはその、まあ、政治資金の特に、まあ、政策活動費などの出の部分をどうするっていう話だったのがいつの間にかパーティー券の入りの部分の、ねはいえー、名前の公開を何万円以上にするみたいな話になっちゃったりとか、うん、だいぶこう論点がころ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 ですからね、えー、入りと出の部分に関してももともと考えてみるとその裏金という言葉に代表されるように政治資金収 政治資金規正法上はです、ねはい、きちんと記載しなければいけないということになったのに、えー、まあ意図的に、ね、それを記載しないということが問題なんですよ、だからつまりルールが守られてない、うんはいね、法律はあるのに、じゃあ、それをどう,うど,うどうやって処理しているのかというとやっぱり、えー、外部のです、ねあのー、きちんとした会計監査を入れて企業並みに、ねはい、でチェックをしていく。 いうことがつまり、えー、どうなんでしょう今の政治資金規正法というとある種のこう性善説に立ってるからしまっているかのような、はい、ですから不正はあるんだと不正は起こるんだということを前提に、うん、それをどうチェックを入れていくのかメスを入れていくのかというところを切り込まなきゃいけないのに全、はい 全くそのあたりがやられてない<ー>でしかも与党側の事情だけじゃなくてね、はい、あの野党だってそうですよ、うん、あのじゃあ、企業団体献金、政治資金パーティーを、えー、全面的に禁止すると立憲民主党は言ってるけれども、はい、でそういう法案を提出しようとしてにもかかわらず、うん、その一方で、えー、岡田幹事長を中心とする、ねね、政治資金パーティーやろうとしている動き、矛盾するじゃないかと、はい、国民世論から見たら、全く納得いかない状況が、ね、あの与野党ともに起こってたんじゃないかなと思いますけどね。 うん本当、何か、ね、そういうダブルスタンダードじゃないかということもあるし、また、それをこう自民党側が批判するっていうのも、はい、いや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 、同じ穴の無じなんでしょうよっていうふうにも見えてしまうし、うん、なんかその辺で議論がすごくぐだぐだになってしまったようなところがありました,、ね、ねただ、問題の本質は見えてきてね、はいえー、自分たちを規制する、つまり政治家を規制すること、ね、そういったルール作り、法律作りというのは、自分たちじゃできないんだと、うん、政治家自身はできないんだ。 とということをはっきりしたわけですから、はい、で,ですから、それはどうね、えー、この問題を解決していくのかということで、第三者機関を作るっていうのは、はい、もう必須なんじゃないかなと私は思いますけどね。うんまあ、そうするとね、あのー、この先、まあ、リーダーが変わっていくのかどうなのかというのもありますけど、ね、その辺一つポイントになってくるかもしれないですね、公約、ね、というか。あのー、ただもう、これで国会が閉じると閉会するということで、はい、いよいよ岸田おろしがです、ね、本格化していくんじゃないか。うん、まず最初党内 政局自民党の中で、ポスト岸田ということで、いろんな動きが起こってくる、ね、え岸田さんはまだ、えーね、そ,あのそのつもりは全くないようですけれども、はい、もうね、今の段階では、ですねもう四面楚歌、はい、完全な包囲網を敷かれていると、えーねあの、退任も時間の問題と考えてもらっていいと思いますね。はいう 今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。改めまして、おはようございます。はい、おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。ますえー、昨日は雨のため、えー、甲子園球場の阪神 DNA 戦は11時40分に中止が出たということで、えー、まあ、あの、月曜日にね、えー、あの、須田さんをお迎えすることが多いんですけれども、えー、今日はある意味、平常心で。ねえー。いや、というのも残念なんですよ。うん、日曜日って必ず勝つんです、タイガースは。<laughs> そう。<laughs> あの、佐伯投手がね、頑張ってくれて。頑張ってくれて、サンデーイ伯で。ねえ。だから今日のデイリーの一面は、いよいよ、ローテーションの組み替えかと。組み替えかと。火曜日かと。火曜日かと。3連戦の初日に佐伯をぶつけるという新しいローテーションになるのかと。いやもうワクワクドキドキですね。チーム打率が2割1分って、打ててんだよな。大山が帰ってきたのはよかったですけどね。 ねね、まあ,あその辺もぼちぼちやっていきましょう新居が不機嫌になってきたんでそんな <laughs> ことないですよ本題の方に書いてたほいいんじゃないとら、うん、だというね <laughs> <laughs> さて、えー、では取り上げるニュースこちらです <laughs> <laughs> 自民党秋の総裁選はどうなる 昨日通常国会が閉会し自民党では秋までに行われる総裁選挙が焦点となってきております政治資金規制法改正に至るまでの岸田総裁の対応に不満も出ておりまして今後総裁選に向けた動きが活発になるとみられております まあ今のところ誰か立候補を表明しているというわけではないんですが、はい、もう、なんか実情ね、そのレースが始まってるんじゃないかというようなそうですね、あのー、ですからね、こういう見方をしておいてもらっていいんじゃないかなと私は思いますよ、はい、やっぱりあの岸田首相はまだ本人ね、うんえ、そういった意思はどうやら固めきっていないようですけれども、その周囲も含めてね、はい、もうえ次の総裁選に出馬しても勝つ見込みはないんではないか、うんえー、ですから、えー、名誉あ撤退を選ぶ、選択すべきじゃないのかと。 いうのがうその周囲のですね一致した見方になりつつある。ですからこの総裁選とね、はい、あの岸田首相の、えー、退任というねその退任を表明するタイミングといったらいいのかな。はい、それがワンセットなんだと。 いいいいうふうふに考えててもらっていいと思いますよねですから、えー、そういった流れでいうと、えー、総裁選直前ぎりぎりになって、はい、その退任表明というね、えー、不出馬表明というような、えーえー、ことを言ったほうがいいのか、それとも,もっともっと早めに言っといたほうがいいのか、それ二2つの意味があって、1、えー、つは岸田首相の,その名誉ある撤退というシナリオ、名誉あるかどうかは別としてもね、<laughs> まあ、とりあえず顔を立てて、花道論みたいなね、でこれ持っていくのと、はい、もう1つはです、ね、どのタイミングでこう退任して総裁選を持って っいった方が要するに自民党、ににとってプラスに作用するか自民党、まあ、その総裁選後に今度はえ解散・総選挙というところとこのセットになってくるわけですから、そ,ね、その解散・総選挙戦略を描くにあたって、どのタイミングでやめてもらって、総裁選に突入して、そして世論を大きく盛り上げていってで、新総裁のえ期待値を高めて、一気に、はい、え解散・総選挙という流れに持っていきたいはずですから、その一連の流れ、そのシナリオの中で、えー、組み立てられていくことになるんじゃないかなと思いますね。おー まあそうするとね、これ、ま、前回の、ま、菅さんが。 出馬しないとなって、岸田さんに流れてって、うん、そして岸田さんが就任直後に解散したっていう。で、そこで勝ったと、はい、いうことがありましたから、同じような感じで行くんですかね。ねただ、そういう方向で進むのかどうなのか、そしてその中で、えー、え岸田さんはどういう納得の仕方をしていくのか。うんうん、で、そしてもう一つ意識しなきゃならないのは、そ今申し上げたところを軸としてね。はい、で、もう一つはですね、やっぱりあの忘れてはならないのは民、立憲民主党も代表選があるんですよ。 秋に。ここも人気が、ええ、なるほど、重なるんですね。ええ。で、次の解散総選挙で、じゃあ、例えば泉代表で、いいのかどうなのか。はい っていう問題がくするってるんですねんだからこの代表選も、えーまあ、立憲民主党だって一晩着あうでしょうし、はい、で加えてです、ね、今回の東京都知事選挙、どういう結果に出てくるか分かりませんけれども、はい、それをめぐってもです、ね、さまざ、あ、まな議論が、その選挙結果、東京都知事選挙の選挙結果をめぐっても、えー、党内でさまざまな議論が出てくる可能性が極めて高い、ですから、えー、7月7日以降です、ね、はい、この立憲民主党の動きにも、私は注目だと思いますね。なるほど まあねそこのこう選挙結果いかんによってやっぱりこう、うん。 党内でどのグループが力を持つかみたいなのが加えて、ですね、えー、あのやっぱり立憲、えー、民主党もです、ね、この政治と金の問題で、はい、もう言ってみれば世論の後押しを受けていけいけどんどんの状況にあるけれどもただ、その流れがね、一体いつまで続くのか潮目の変化が一体いつ起こってくるのかっていうところもきちんと見極めていく必要があるんじゃないかなと思いますねうんで外交日程的には NATO の首脳会議があったりだとかある、はいは 太平洋の島サミットなどが7月予定されているということもあると。はい、まあその辺こう 誰で行くのかとか、一応は岸田さんでってことになるんでしょうけれども、撤退、ええ、早いと、えー、そんな隊員の岸田さん怒られてもねみたいなことになっちゃいますすよねねそうです、ね、ただあの、正直言って、です、ね、NATO の首脳会議も、これ、ある意味ではオブザーバー参加みたいなものですし、うん、で過去見てみても、ですね、えー、当初サミットも、ですね、ええ、そんなにメディア的には注目されないんですよ。うーんね というところを考えてみると、あの、そのあたりがですね、この政局に何らかの影を落とすということは、私はほとんどないんじゃないかなと思いますけどね。<ー>ねしかし、その総裁選、まあ今言われてるところというかね、よく世論調査でこうね、あのー、人気投票すると、石破さんが1位で小泉さんがとかいろんな名前出てきますけれども、ね、まあ一方でね、幹事長の茂木さんも星さん担当狙ってるという話もあるし、うん、こう、誰がここから先って、まあ派閥が今ない中でそうそう。 どうなっていくるんですかええ。あのー、ですからね、過去の総裁選とは、全く様相をね、えー、変えていくんではないかなと思われますよね。というのはどういうことかっていうと、あのー、これまではですね、やっぱりいくつかの派閥が軸位になって、 その連携をするにあたってはです、ね、派閥のトップがまあ合意すれば、その派閥が連携していく、はい、もちろんその派閥の中にも不満文書はいるにしてもです、ね、それは派閥の中で処理していく話ということで、うん、まあ一致団結していくという流れ、これを軸にして、それでも足りないから、じゃあ、プラスアルファどうするんですかというのが総裁選の、えーまあ、これまでの戦い方だったんだけども、はい、これからはです、ねまあもあのー、麻生派は、ね、存続していくにしても、それだけでは圧倒的に数足りないんですよ。うん ね、でそれ以外はどうなのかというと、はい、やっぱり議員一人一人にです、ね、じゃあどう説得していくのか、どう納得していくのか、支持を集めるのか、だからこそ、えー、次を虎視眈々と狙う茂木幹事長は、ですね,、はい、えね当選回数別に食事会を頻繁に開いて、でも1回ぐらい飯食ったからといって、じゃああなたに投票しますっていう、そういう世界でもないですからね、そうですよね,ね政策で一致するとか、ね、いいろろねどういう決め方をするのかというのが、はい、きちんとまだ決まってないというのが。 まあ、蓋を開けてみないと分かんないという状況じゃないかなと思いますね。いや、やっぱりそうすると、も、ま、う、あ、競輪じゃないですけど、同期でとか、ね、あるいはこう同じような。お地域でとか、ね,ね、そういうこうなんちゃらラインみたいなのができたりするかもしれないですね。ただ、やっぱりね、そこもね、やっぱり人間関係だと思いますけどね、うんうん。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。 政府が今年の経済財政運営の基本方針、骨太の方針を閣議決定。政府は21日の持ち回り閣議で今年の経済財政運営の基本方針、骨太の方針を決定しました。副題としたのは賃上げと投資がけん引する成長型経済の実現。 労働市場の改革などによる所得の増加や賃上げの定着によって、デフレから完全に脱却し、新たな経済ステージへの移行を目指すとしております。まあ、これ来年度の予算編成の叩き台にもなると、下敷きにもなってくるということ、骨太の方針、非常に重要な文章ですけれども、これどういう中身 ねえ。あの、大前提としてね。はい、あの、次年度の予算編成作業をしていくにあたって、一番最初のスタートラインになるのが、はい、ほぼですね、8月に決定される概算要求基準、いわゆるシーリングというものでね、え、来年度予算の上限を決める。はい、で、上限を決めた後に概算要求、各省庁からの予算要求っていうのが行われて、年内にですね、うん、え、まあ予算案を作るということなんですが、その、それに先立ってですね、まず政治の側が、つまり政府がですね、はい、その予算の方向性を決める。 大枠を決めるというのがこの骨太の方針、うん、だからこの骨太の方針に沿って で、すねここ近年のこの骨太の方針の、えー、大目標というのは、大きなですね、テーマというのは、うん、2025年度、つまり来年度ですね、はいえー、プライマリーバランスの黒字化、プライマリーバランスというのは基礎的財政収支といって、うん、まあ、ざっくり言うと予算の歳出の支出のところですね、えー、このですね、えー、国債の、えーまあ、返済費用を除いた、はい、いわゆる政策経費と言われているものを税収の範囲内で納める。 収めていれば。 ねえー、新規のです、ね、国債発行が抑えられる抑制的になるということで、まあ、財政再建向けて動き出すというね、まあ、そういう位置づけなんでしょうけれども、はい、それを来年度に黒,い黒字化しますよというのが大目標があったんですよ、ただこれ無理です、もうはっきり申し上げて、無<理>来年度の黒字化っていうのは、これ無理なもんですから、うん、でとはいってもです、ね、このプライマリーバランス黒字化目標っていうのは、下ろすわけにはいかないということで、まあ、これを継続していく、で実はこれ、2025年度、プライマリーバランス黒字化ということから逆算して、 はいえー、それぞれ年度のです、ねえー、骨太の方針であるとか予算というのは決まってた。 ね、でそして中身を見てみるとですね、ここ近年に、まあ、具体的に言えば2015年度予算以降ですね、はい、3年ごとにです、ね、パッケージングされてたんですよ、予算というの、あるいは骨太の方針含めてね。で、3年間で、ねはいえー、トータルで、えーね、2025年間、25年度にプライマリーバランス、黒字化を目指すためには、3年間での予算の純増額、年度の投資予算での純増額が、えー、大体ですね、えー、1 1.6兆,、はい、兆円、と1兆円つまり6000億円規模で抑えると、25年度クバプライマリーバランス黒字化が実現できますねということになったんですよ。で、その一方で、はい、いわゆる社会保障費、ね、年金、介護、医療、これは人口減少であるとか高齢化の進展によって、えー、まあ別に政策を手厚くしなくてもです、ね、増えていくものですから、自然増していくものですから、これはどのぐらいあるのかというと、3年間で1兆円。 1兆 5, 億増えちゃうんですよそうすると差し引き1000、うん、億円しか増やせませんねと3年間で,年で、はい、非社会保障費は1000億円しか増やせないというのがですね要するにそこをここに骨太の方針に盛り込まれていたんです、はい、この3年間1000億円縛りというのが実は、ねえー、新聞なんか全く書かないけども骨太の方針で一番重要なポイントだった、ね、これの3年縛りというのが えーまあ、あの終わるのがこの2024年度予算だった、はい、したがって来年度予算からこのねえ3年間で1000億円縛りというのが継続されるのかどうなのかというのが問われているのが、えー、今決めて先だって閣議決定した、えー、骨太の方針2024だったんですよ、はい、ただこの点についてはね、うんえー、継続がどうも決まってるような、はい、<laughs> つまりこれまでの路線が継続されてしかもですよ今まで3年縛りだったのがこう6年縛りみたいなね、うん、ともん 読み止めれるような、はい、3年じゃちょっと、ねはいね、危ういんで、政治の側にひっくり返されちゃうんでと、えー、いうところで、この6年縛りみたいなのだって、より強化されてるというのは今回の骨太の方針の実態なんですよ。なんかあのその6年 関を見据えた、ねえー、会議体みたいなものを作って、ね、そこからも文章を出すみたいなことがこの間の経済財政諮問会議で決まったらしいですねそうだから感じからね、はい、でではっきり申し上げて今の岸田政権っていうのは政権末期に陥りつつあるこのね経済財政諮問会議というのは、えー、まあ首相をですね、はいえー、議長とするまあこういう方針を骨太の方針などを決めるところなんですけれども要するに、えー、事務局は財務省なんですようん ですから、政治の側が主導して決めているように思えるんだけども、要するにその事務局の事務方の財務省の職員が、鉛筆なめなめですね、この骨太の方針にいろんな仕掛けを設けていく。はい でそれがさっき申し上げた3年縛りだったり今回の6年縛りそれを外部からです、ね、きちんと、えー、チェックするような、えー、合議体を作る、ねえー、チェック体を作るっていうのもこれも財務省の仕掛けつまり政権末期になったということで、ええ、その財政再建を、ね、市場を目立する財務省もやりたい放題の状況になってると今のうちにいろんなものを決めておけば、うん、次の政権を縛ることもできるぞそ<う>まあこれ面白いというか、ね、すごいなと思うのは本文じゃなくて客中だったりとかに しれっと書いて,あったとって、ね、そうあの本文と違って、はい、あの活字の文字の大きさもポイント数を下げてね、はい、よく見ないとわからないようにしていて、えーえー、でしかもそれを分散して書いてあるもんだから、はい、これとこれと組み合わせないと、はい、その真意というのが見えてこない。はい ええ、もう私なんか、もう細かい文字、だんだん見えなくなってきてるんで、ええ、読むの大変だな、これっていうね、その逆中がもう、も300も,300もあるんんですねそしてその後に、首相から、ですねえそう岸田総理から、ですねまあこの骨太方針をぐっての、言ってみれば声明が発表されて、それでその原首という言葉を使って、総理大臣がこれを守れと言ってんだからっていうね、お墨付きをもらってんだからということで、各省庁に押し付けていくというね、そういうパターンなんですね、ええ。 で、それが本当ね、あの、機動的な経済対策になるのか。 っていうのは、えー、週末以降、数字が出てまいりましたもう一つの項目が消費者物価指数なんですえー、去年の同じ月と比べて5月の数字は2.5%上昇であったと、えー、いうことなんですが、えー、これ足元の経済、まあ、物価がってことはいろいろ言われますけれどもどもうしたららいいですか、ねあのー、ですすかかねこれ物価上昇というのは良い物価上昇と悪い物価上昇があるんだと、はい、つまり賃上げをですね伴う、えー、良い物価上昇にこれつがながっているのか賃上げを伴うというのは、はい、いわゆる その消費が拡大していく、消費が拡大することによって、政府が設備投資が拡大していく、つまり民間セクターのです、ね、消費が拡大していくことによって品不足、サービス不足になって、物価が上がっていく、これが良い物価上昇なんですよ。で、じゃあ今、そうなってるのかというと、確かにこの春闘ではね、見かけ上賃金、上がりまして、大企業を中心に。はいねまあ、それが、えー、中小、零細業、就業者にはほとんど及んでないんだけれども、うんうん、ただそういう動きが出てきた。 じゃあそれに伴って消費が拡大しているのかっていうとこの1、3月期の、ね、GDP の内訳を見てみると個人消費減少してるんですよ、えー、設備投資も減ってるんですよ。はいね、ですから、これは良い物価上昇じゃないんですようん、ねで。つまり悪い物価上昇、つまりデブレ基調の中での物価上昇ですから、より苦しくなっちゃうだからこれは、えー、去年の同じ月に比べて2.5%上昇した。 ということをポジティブに見ちゃいけない。あるいはこれをもってね、うんはい、え日銀が、はいえー、金融緩和をやめるとか何とかっていう議論にしちゃいけないんですよ。うん、まだ金融緩和を続けていかなきゃならない。 持続していかなきゃならないという状況なんだということを理解しなきゃいけないと思いますねうん、まあ、でもね、なんかもう利上げをするんだという話であるとか、ね、まあ国債の、ね、買い入れも縮小して、保有国債も少なくすると、日銀が、うん、まあ来月の会合でいよいよ具体策が出るみたいな話まで出てきてますもんね、だから、あのー、そういった意味で言うとね、どこまでね、えーまあ、その今の金融緩和、異次元の金融緩和続けられるかどうかわからない、その準備をしておく、下地を作っていく とは必要なんだけども、うん、その前にだから、金融緩和は続くんだけれども、要するに準備段階、出口へ向けての準備段階に入っている、はい、その間に何をやらなきゃならないのかというと、やっぱりその商品費用をつけること、必要がある、そのためにはやっぱり公的セクターがね、つまり国がしっかりとお金を使っていくっていうことがやっておく必要があるんじゃないかなと、うん、ところが骨太の方針ではそれを抑制でするという、逆の方向、動いてるんですね。 さあそしてここで日本放送からのお知らせです。1954年7月15日に開局した日本放送は今年で開局70周年を迎えます。いつも日本放送をおきいただきまして本当にありがとうございます。 日本放送では、笑顔になれをキャッチフレーズに、感謝の気持ちを込めてリスナーの皆様に笑顔を届ける様々な企画をお届けしています。開局の日当日の7月15日月曜日には、朝5時から夜10時まで、日本放送開局70周年特別番組、笑顔になれをお届けします。日本放送を彩ったレジェンドパーソナリティや、現役パーソナリティたちが続々登場します。 合わせて7月13日土曜日から15日月曜日の3日間はスペシャルイベント日本放送開局70周年有楽町笑顔にナーレステーションを開催します日本放送イマジンスタジオでは公開生放送やイベントを JR 有楽町駅前にはアーティストやお笑いのミニステージやブースなどが登場しますイマジンスタジオでの公開生放送やイベントはすべて事前の応募なしで無料でロビーから時間交代制で見学 すす。ることができます詳しくは日本放送のホームページをご覧ください。えちなみにですね、えー、7月14日日曜日、午後3時から4時30分までですね、えー、笑顔になれアナウンサートークショーに、私、くし、はい、新行と飯田浩二アナウンサーを出演します。そうです。はい。えー、ぜひお越しください。そして、15日月曜日午後3時30分から夕方5時まで、日本放送火曜賞では、えー、私新、新行、昇福亭鶴光と LF、もっこり社中のメンバーとしてイベントに出演をします。 はい、LF もっこり社中のメンバーとしては田中美やこさんと熊谷美穂アナウンサー前島加奈アナウンサーそして私新業が、うん、現時点では予定しているというところですなるほどで公開での放送はないんですけれども、はい、7月15日月曜日朝5時から8時はいつもの工事アップお休みしまして上柳正彦さん高島秀武さんそして飯田浩司アナウンサーが担当するラジオが報じたニュース70年史をお届けしますはいこちらもぜひお聞きください7月13日土曜日から15日月曜日の3日間は日本 日本放送開局70周年有楽町を笑顔にナーレステーションぜひ有楽町にお越しくださいお待ちしてます続いてこちらのテーマです沖縄戦から79年慰霊の日昨日沖縄で戦没者追悼式沖縄は23日太平洋戦争末期に国内最大の地上戦となった沖縄戦の犠牲者を追悼する慰霊の日を迎えました 平和記念公園では県が主催する戦没者追悼式が行われ遺族らが犠牲となったおよそ20万人の冥福を祈りましたえご遺族の方々や岸田総理玉城沖縄県知事らおよそ4500人が参列をしまして正午には全員で1分間の黙祷が捧げられました まあ20万人の、ねはい、まあ犠牲ですから、まあねあのー、やっぱりこの追悼式っていうのは、うん、えそれなりにですね哀悼の意を捧げるっていう点では非常にこう重要な、はい、あの式典だったと私は思うんですけれども<ー>まああの日本全国民全員がね、はい、えそういった意を捧げるっていうのは必要なことなんだろうけども、うん、どうなんでしょうね必ずこういったイベントというか式典になるとですねそれを政治利用しようとするね思惑っていうのは出てきて、はい、残念でし方たがなかったのは、まあ、その気持ちもわからなく ないけれども、はい、やっぱり、えー、岸田首相がですね発言をしている最中に、やじが飛ぶというの、ね、がしいやじが飛ぶというのことはです、ね、うん、やっぱりその、えー、静かな中での、えー、こういった式典が、ね、進めばよかったんじゃないかなと思いますけどね、まあ、これねあの、岸の問題であるとか、いろんなこととこう絡めてと、あの新聞3紙一面トップですけれども、はい、この自衛隊のね、あの 増強というような話を絡めて書くところが、はい、南西シフトと絡めて書くところがだから、その南西シフトということで、まあ、おそらく地域の人地元の人にはさまざまな思いがあってでその一方で受け入れざるえないところもです、ねえー、経済的に非常に厳しい状況があってのことっていう事情もあるにせよ全体としてじゃもう少し、ねえー、その中国の脅威というのを、えー、日本国民としてどうこれ受け止めていくのか。非常 こう脅威と感じる人が多い中でやっぱりそうじゃないっていうね、はいえー、やっぱりもっともっと、えー、話し合いというのが、えー、それを進めていくべきだという一部の人たちがいるのも分かるんだけども、うん、そういった議論がちゃんと平場でね はいえー、できているのかどうなのか平場というのは冷静な環境の中でできているのかどうなのかやっぱりこの意識の共有というのを必ずしも最終的にその意識の共有ができないにしても議論を進めていって、ねえー、分かり合えるという状況を作るということが必要なななんじゃいいかなと私は思いますけどね,、うんまあ、ねあの先日、沖縄の県議会議員選挙が行われたばかりで、ね、まあそこではこのお、まあ、共産党などが減らして、ねまあ オール沖縄という名前の知事与党が減らしたという形になったという民意も出てきてます、うんうん、そうですねあの。ですから、自分たちに都合のいい民意が出てくると、民意を縦、ね、に、えー、議論をしようとする、はい、そこの悪い、えーね、民意が出てくると、えー、それは無視をすると、これじゃ議論済まないですよ、うんね、でしかももうそろそろオール沖縄というね、そういう故障といったら、ね、呼び方はやめたほうがいいんじゃないかなと、本当にオールになってるのかどうなのかっていうと、ここは はなはだ疑問ですよね私はオールとなっているとは思いませんよ。んね、じゃあ保守あるいは中道の人たちが、はいえー、その中に入っているかというと現状では少なくも入っていない最初の長永さんの、ね、時というのはそうだったかもしれないけどもじゃあなぜそういった人たちが抜け出ていったのか、はい っていうところをやっぱり考えてみるべきじゃないかなと、そして今回の沖縄県議選のですね、はい、結果っていうのを、やっぱりきちんとですね、うん、正確に、冷静に総括してみるべきじゃないかなと思いますけどねうん、まあ、かなりね経済についての話というところが、まあ、クローズアップされたんではないかというような指摘もあったりなんかして、うんね、まさにねもそもそもウオーキナーを支えていた経済団体の方々。 っていうのは抜けた後ですもんね、えー、ですから、やっぱりあの、ねまあ、将来にわたってその安全保障の問題もあるけれども、はい、足元のですね、うんうん、やっぱりその経済、景気、あるいは県民生活、はい、自分たちの,その、ねえー、まあ生活の部分についても、ですねやっぱり身近な問題として、テーマとして、課題としてあるわけですから、うん、そことどう向き合っていくのか、そこにどう答えを出していくのか、はい、少なくともじゃあ、今の、えー、玉城知事が、ですねそこに対して、民意を受け,、ね、受けられたけどの結果を出していくのか。 したとは思えないんですよね。え、では続いてここだけニュース。スクープ。ロシアと北朝鮮の新たな条約をめぐり国連安保理で緊急会合を開催へ。 ロシアと北朝鮮が今月19日に両国の軍事協力を高める新たな条約に署名したことを受け、国連安全保障理事会で対応を協議する緊急会合の開催を調整していることが分かりました。28日にも開催の方向で調整に入っているようです。 日本やアメリカなどがこの会合の開催を要請したということであります、ねあ,のこれまあ、ある意味での自己矛盾みたいな形になってきますよね、それはどういうことかというと北朝鮮とロシアの,、ねはい、この条約の中身を見てみるとです、ねまあ、国連の北朝鮮に対する制裁、あるいは制裁決議の完全に逆行するような、はいえー、形になっている、つまり、えー、国連のです、ねまあ、決め事で言ったいんですか、えー、そうした決まったことをです、ねうん、全く無視する。それをえー安全法 国理時刻が理事が、えーまあ、ロシアが、ねはいえー、無視するというね、常任理事国が無視をするという形ですから、まあ、そういった意味でいうと、えー、国連そのもの、国連のね、ありようそのものがです、ね、これ、壊れてしまったと、要するに、えー、国連でもう物事が決められないというね、はい、それにしたさね決まったことに関して、えー、国が従わないという、そういう状況に。 なっっててきてしまったんですよだからいくらこれ緊急会合を開いてみたところで、はい、まあ何か問題が,がね改善するというところに向かかっていかないいなと思いますねうん結局決議出そうにもね全部ロシアが反対したら出せないですもんね、えーあのー、ですからそういった意味で言うと戦後の少なくともねこれまで、えー、戦後の国際秩序安全保障秩序を、はい、え守ってきた。 その国連の役割が、この、ねえー、まあ同盟によって、ね、うん、ロシアと北朝鮮の同盟によって、終わりを解けたと、終わりになったというふうに考えてもらっていいと思います、ね、うんで、そんな中でですね、あのちょっときな臭い噂というか、ええ、岸田総理大臣がこれ、北朝鮮と何かやるんじゃないかみたいな話がまた出てきていたりとか、ええ、まあ先月あたりですか、政府高官が、 モンゴル・ウランバートルで、はいえー、北朝鮮側と接触していたんじゃないかというような話が出てきたりとか、はい、ちょっと北朝鮮と日本の関係っていうのもいろんな報道が出てきてますね。ええ あの、ですからそれはね、あの、岸田首相のですね、はい、またっての強い、どうも意向があるようで、うん、えー、北朝鮮とのですね、えー、首脳会談、はい、え首脳会合といったいんですが、えー、で、加えて、やはりあの、拉致問題のね、え,ー、え解決に密接をつけていくというですね、はい、まあそのね、えー、まあ方針というか意向自体は非常にいい、 ことだとだ思いますよ、うん、いいことだと思うんだけれどもやっぱりどうなんでしょうねやっぱり今政権がですね求心力を持って強いリーダーシップを発揮できている状況であるならばね、はい 実に北朝鮮との,その交渉をやる意味があるんだけども、うん、これだけ弱体化してきていて、でなおかつです、ねえー、総裁選で続投が決まるかどうかもわからないという状況の中で、はい、拙速にです、ね、そういった交渉をやってしまうと、まあ、言ってみればです、ね、北朝鮮にいいようにやられてしまうという、うん、まあ変な約束をしてしまったら、次の政権がその約束を負、ね、わされるというね、だから今、動くべきタイミングじゃ私はないと思いますけどね。でもやっぱり政権の不要だとか を考えた時にそうした選択も取り たくなるもんですかね。ええ、ね。あの、ですから、もう国内のね、ええー、政策課題だけではですね、あの、政権継続が望めなくなった以上ですね、やっぱり自らが得意と認識している、勝手に考えている、ね、外交でなんか政権不要であるとか、てこ、はいろを図っていくしか、もう方法ないんですよ。だからその中で言うと、うええー、北朝鮮というのは、北朝鮮問題の解決というのは、非常に魅力的な、ね、うこう誘惑に駆られるような、 えー、これによって、一気にです、ね、形勢逆転みたいな、えー、状況にもなりかねない、はい、ですから、ただあの時まあ例えば小泉訪、ね、朝、ねえー、に関して言っても、あの時はまだ小泉首相がです、ね、ものすごく大きな、えー、リーダーシップを発揮していた、求心力があった時代ですから、そういった意味で言うと、ある種の対等の立場でね、交渉ができた日朝平安宣言の締結まで持っていったわけですけれども、うん、今、岸田さん、あなたそういう状況じゃないんでしょと。 もう足元見られますよと、うん、で変な約束したら、それが後々です、ね、ついてまいりますよということは周りが言うべきじゃないのかなと思いますけどね、うん、ただいずれにしても、先ほどね、飯田さんが言われたように、はい、起死回生の一発を狙ってることがいい、ね、あまあ、その選択肢が限られる中で、やっぱこれはかなり大きなものになってきますもんね。うんね ですからそれは、ですねやっぱり旧民主党政権の中でもあったんですよ、<ー>えー、経済支援、はい、2>, 2兆円という具体的な金額があった、<ー>でそれが、ですねあのこれ、野田政権のとの,あの尖閣国有化、その時に仲介に立っていたのは中国なんですね、で尖閣国有化にとなあのしたことによって、空中分解してしまった、中国が<ー>もうその仲介役を降りたためにです、ね、はい、空中分解したんですが、その2兆円という金額が一つ、独り歩きしていて、今回の交渉が もし行われるするならばね、この2兆円の戦後賠償、経済支援というのは、一つの叩き台になってる、ベースになってるんですか。ええ、<ー>ですから、そこがどれだけプラスアルファというね、はい、え積み上げられるのかという話になってきますから、うん要するに北朝鮮側の狙いはそこにあるんですよ。なるほどだから、そういった点でいうと、今、その交渉に乗っかるということの,そのリスクっていうのはね。 で,ですから、それももちろん岸田さんが退院した後は、空、え、中、ー、分解するしますけれども、う後その日朝関係が、つまり、えー、拉致問題の交渉っていうのは、ここで、ね、こ途絶えてしまいかねないね、あなたやるべきじゃないと。 いうところを、ねやっぱりえー、周囲は進言すべきじゃないかなと思いますけどねあ、まあ、こうして、ロ長が接近するというところで、まあ、中国側もうよ,よくは思ってないかもしれないという,ような、ね、報道もある中でそうすると、まあ、中国が北朝鮮に対して何かこう交渉するときに、まあ、日本も近づいているというのをカードとして使うみたいなことも考えられるわけですかねそうですねそこを仲介していくみたいな。ただ,た,だただそのの当時の体制とは、はい 今はですねやっぱり官邸は朝鮮総連ルートなんですよ、うん、はっきり申し上げてねだからちょっと、えー、その窓口が違うルートが違うっていうのがありますからなるほどだからそれがどうねハレーションを起こしてくるのかっていうのはちょっと注目したいなと思いますけどね日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた 今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます飯田康二の OK ジーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています ぜひこちらもチェックしてみてくださいえそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーがゆうかん富士でコラムを連載しています飯田浩司のそこまでゆうか毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK5G、OK、アップ 忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ、AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。